戦いを勝利した皆さん、お姉さん、本当に長い間お疲れ様でした。そして本当に今日の集会に駆けつけていただきましてありがとうございます。先輩たちの戦いがなければ、私たちはこうしてここにいない。私はそういうふうに思います。先輩たちが正しいことは必ず勝利する。17年もかけて、そして最高裁判決が勝ち取った。だからこそ私たちはその後を続けています。本当にもありがとうございます。私たち2008年からこの訴訟を戦っていますが、もうすでに紹介があったように、若い韓国語も原告2名が亡くなり、そしてもう原告10名が亡くなっています。私は命を切り捨てた、私たちの命を切り捨てるなということを訴えたいと思います。つい先日、薬害肝炎、新型肝炎の全国代表の山口美智子さんが命の歌という本を演出されました。その中に刻々に命の時間なくなりて、命返せとまた一人よく、刻々に命の時間なくなりて、命返せとまた一人よく、一人という警告のことですね。私たち原告はいつ自分がそういうことになるのか、先ほどの労働刑事や、あるいは自殺原告の手がありました。私たちはそれなのか、そういう思いで暮らしています。そして私も、まさか自分が一回になるとは思いもしませんでした。がんの宣告を受けたのは、去年の1月でした。職業上の労働を受けましたが、去年の1月26日にがんの可能性が極めて高い、大学の関係の人だからはっきり言いますが、腫瘍があります。慢性肝炎ですので悪性がんの疑いが高いです。私は大学で働いている、麻酔科で働いている身でしたので、この1月に言われたときに、すぐ入院ができない、ベッドも空いてなかったので、3、4月入院と言われましたが、それはとてもじゃないけども、8月にしてくれ。そのときに言われたのが、8月に手術ですと、生きているかどうか分かりません。そういうふうに言われました。そして幸いなことに、私はその時なんか自分の体の調子が悪いな、おかしいなと思ったから、病院で精密検査を受けて、がんが発見され、そして2月に6センチものがんを切除できました。ただ気がつかないで、そのまま病状が悪化をし、亡くなる方もたくさんいらっしゃいます。私自身もがんを取った後にも再発の可能性は5年で 50%、 生存率は5年で 50%、 10年生きられる生存率
実は実感せずというふうに言われました。そして他の肝臓専門医には1年あるいは3年間とも言われました。幸いのことに私はまだ1年経過して生きております。その間抗がん剤治療を4回受け、がんが再発したんですね。でこの1月も入院をしておりました。この1年にわたる中で3ヶ月近くも病院のベッドで暮らし、春の桜を見ては来年はこの桜を見られるんだろうかというふうに思ったのでした。私たちは命を切り捨てるなみたいです。この新型肝炎ウイルスは先ほどのスライドにもありましたように、発症することもわからない、そういった病気なんですね。国が言うように集団予防接種を受けて20年経ったらもう終わりだ、もう再現できない、そんなことは、そんな簡単なことはありません。先ほどの予測建国の方、50代で亡くなられて、私も50になるまで、まさか自分が発症するとは思いませんでした。政権が変わりました。私は、国に対して、言いたいこと、まずは謝罪をして話し合いのテーブルについてください。つい5月長妻大臣が私たち原告と会いました。ただそれは形ばかりでした。テレビで少し報道されたように、最初の谷口代表、そして政党の方たちの、その後、全国の私たちの声はマスコミ報道陣をシャットアウトして、まさに臭いものを倒すような、そういった形の中で行われました。私たちは強い憤りを持ちます。私たちの声を本当に聞いてないんじゃないか。長妻大臣は何があんなに野党の時に攻撃していた、そういった質問は見られないではない。そして関係閣僚の中に今の菅首相もおります。菅厚生大臣は薬丸刑事の時にあたけ頑張ったそういったリーダーシップを今度は首相として